始まりましょう。今回はダイエット企画縄跳び大会。大会なんだ。はい、最近ね、こっちゃん選手かなりふくよかになられましたので、周りの方が言うだけですね、それは。うん、私は別にそんなでもないから。あ、なるほど。うん、まあでも僕の目から見てもちょっとふくよかに言葉をね、はい、選んでだいぶ豊かになってきたなと思うんで。偉いね、君はね。うん、ちょっとだけ、うん、もうちょっとだけ貧相になろうかな。貧相に言い方ちょっとね、難しいけど。まあまあ、ちょっと落とすか。ということで今日、うん、縄跳びを持ってきたので、うん、こっちゃん選手に跳んでもらいたいと思います。どう？縄跳びやれる？跳べる？いや、いけるいける。いける？私、小学校とかは全然縄跳びめっちゃやってた。もう超得意。うん、超得意。まあそうだね。ちょっとじゃあ、跳んでみようか。うん。では、行きましょう！ゴーゴーゴー！こっちゃん選手、前跳び。よーい、ドン！あれ？いやいや、違う。大丈夫？大丈夫、大丈夫。こんにちは。こんにちはだね。こんにちは。よし、前跳び行こうか。行けた！行けた！行けた！行けたよね。こんなもん。そうだ、忘れてました。こっちゃん選手のジャンプ力はかなり低いんですよ。いや、そんなことはない。あ、いや、行けた！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 恥ずかしい、恥ずかしい。いけた。よし。疲れた。こんな飛び方するやついないわ。こっちの選手、二重跳び。よーい、ドン。ちょっとさ、あ、分かった。あのさ、一回さ、ゆっくりやるっていう方法で。一回ゆっくりやっていいよ。こう、こうで二重がトンとこう、トン。トン。はい。前跳びがままならないけどね。こっちゃん選手、二重跳び、よーい、ドン。大丈夫これ。でも俺、いって。上のジャージがやっぱ熱いんだよ、多分。ジャージ熱いかな。うん、ジャージ脱いだ方がいい。ジャージ脱いだ方がいい。うん、腕が回れてない、ジャージの重みで。それで、おーい、ドン。いけそう。これだ。これだよね。いけそう。これだよね。これが大人の縄跳びです。皆さん、これが大人の縄跳び。縄跳びいいね。あ、せーの。ああ、ちょっと待って、全然止めない。どうしよう。縄跳び得意って言ってなかった？二重跳びは縄跳びじゃなかったかもしれない。何が縄跳びなの？一回だけこう前跳び飛んだことみたいな。もうもうこっちゃん選手が自分でこれだったら痩せるだろうみたいな特別な飛び方で飛んでほしいわ。特別な飛び方？うん、これだったら痩せるだろうみたいな。あー、行かれてる。はい、後ろの丸太持つこう。後ろの丸太持つこう。やめろ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 、何やってんだよお前は。ダメだ、無理。痩せたかな、だいぶ。いや、もうね、見てもらうと分かるんだけど、うん、見てこの中飛んでる。すごいわ今ので。ちょっとじゃあ家に帰ってちょっと体重計乗って体重確認しましょう。やだよ。じゃあ体重計乗っていきます。普段は何キロなんだっけ？普段は60。60。うん、普段60乗ってみましょう。いや、あのさ、ガリのメモリ写すじゃん。いやいや、もう、いや、それは自分ではいってなると今に隠したから乗って。メモリ映さなくてよくない？一瞬でもメモリ映したい。なんでメモリ映したがんだよ。だから、乗る確定の前の。確定の前の？うん。この辺の映して、こう上に見て。で、何キロ？じゃあそれやっていい？うん。はい。撮るときに、こう、下見て、メモリ上がってきたら斎藤のとこふっと向く感じ。わかりました。じゃあ、こっちの選手、お願いします。
さあ、来ますよ。何キロだ？いや、じゃあ、やばさ。違うでしょ。ほとんど、ほとんど映ってんのよ。ほとんど映ってんの。確定でこうだったらさ、意味ないでしょ。バレてる、バレてる。バレてるよ。バレてる、大丈夫。バレてる。編集でなんとか。体重バレてるから。サタンだったな。いやでもさ、縁起がいいよ。どこがだよ。悪魔召喚した平で666出せよ女てめえ。よし、もうハード縄跳び企画やろ今度。コーラ飲んでいい？コーラはダメ。とりまコーラ飲むわ。水飲む。とりまコーラ飲む。水飲む。水飲むやつつまんないから。じゃあまた痩せよう男。バイバイ。